皆さんこんにちは、ビーレジェンド大林です。今回は効率よく筋肥大するための3つのコツをご紹介したいと思います。筋肥大のコツについてはいろいろな動画でね、何回も出してるんですけども、ちょうどこう年度の変わり目ということもあって、夏に向けてね、体を絞っていきたいとか体を変えていきたいっていう方が、決意をね新たにする方がたくさんいらっしゃるかなというタイミングで、この3つはきちんとね押さえておいていただいて、最大限にねトレーニングの効果を感じていただきたいなということをお話ししていきたいと思います。まず1つ目なんですけども、どういう種目をやるかというところに関わってくるんですが、コンパウンド種目を中心にやっていくということです。コンパウンド種目とは何かといいますと、一つの動作で2つ以上の関節が動くトレーニングのことを言います。胸のトレーニングでいくと、ベンチプレスとかチェストプレスは押していくときに、肩の関節と肘が伸びていく肘の関節と2つの関節が動くので、コンパウンド種目になります。逆にマシンを使ったペックフライなんかは肩の関節しか動かないので、こういったものはアイソレーション種目と言ったりします。もちろんね、アイソレーション種目が悪いダメだというわけではないんですけども、効率よく筋肉の量を増やしていくためには、一度にたくさんの筋肉を鍛えられて、より高重量を扱えるコンパウンド種目を中心に行っていただいた方が、よりね早く筋肉を増やしていけますので、コンパウンド種目を中心に考えていただいて、そのコンパウンド種目でちょっと鍛えられないところ、鍛えにくいところをアイソレーション種目で補助として鍛えていくっていう形で考えていただくのをお勧めしています。そして2つ目なんですけども、インターバル、セットとセットの間の休憩時間をしっかり長く取っていただくということが大事になっています。YouTube なんかでトップ選手のトレーニングを見てると、ものすごい勢いで追い込んでいる様子っていうのがよくね見られます。でそういうのを見ると、やっぱりもうとにかく一生懸命、もう息が上がってもうヘロヘロになるぐらいまで追い込んでやらないとダメなんだっていうふうに勘違いする方もいらっしゃるんですけども、効率よく筋肉を増やしていくために、まあ重要なことというのは、コンパウンド種目の重量を伸ばしていく、これが一番大事になってきます。 YouTube でね動画をこう配信しているような上級者の方っていうのは、コンパウンド種目の重量を伸ばすっていう、もう基本がねもう きっちりできていて、伸びるところまで伸びてしまっているからこそ、それよりもさらに高度なことをやらないと筋肉がつかないんで、一生懸命追い込むとか難しいトレーニングをねやるとか、そういうことが必要になってくるわけで、もっとね基礎を固めていく段階の方、大会にね挑戦しようかなとか思ってるぐらいの方でも、やはりまずはコンパウンド種目の重量を伸ばすということを重点的に考えてやっていただくのが大事になってきます。そう考えると、想像したら分かりやすいと思うんですが、休憩時間が短いと次のセットに入った時に疲れが残ったままなので、思ったようにこう回数上がらないですよね。そうすると重量が伸びにくくなってしまうので、特にスクワットですとかデッドリフト、ベンチプレスみたいなビッグスリーと言われるような、特に負荷の高いコンパウンド種目なんかは、3分から5分ぐらい余裕があればそれぐらいの種目間の休憩時間、インターバルを取っていただくのをお勧めします。まあ、なのでこう時間が許す限り、あとはジムのねルールなんかで何分以上こう器具を使ってはいけませんみたいなルールがあったりするんで、そういったルールが許す限り、こうなるべくね長くインターバルは取っていただいて、しっかり筋肉を休めてから次のセットに行く、それでしっかり筋力を発揮していただいて、どん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 コンパウンド種目の重量を伸ばしていくということを意識していただくのがおすすめです。そして最後3つ目なんですけども、種目数とかセット数を増やしすぎないということなんですね。これも2つ目のアドバイスと重なってくる部分が非常に多いんですけども、 YouTube なんかでこう動画をね投稿している人気の選手なんかのトレーニングを見てると、いろんな種目をたくさんやり込んで追い込んでる様子っていうのがわかるかと思います。これからねベースを作って筋力を伸ばしていこう、筋肉量を増やしていこうっていう方が、その上級者の真似をしてしまうと、疲れすぎて思うように筋力が伸びてくれない、コンパウンド種目の筋力が伸びてくれない
で筋肉量も思ったように伸びてくれない、そういうことになりがちなんですね。なので目安としては3種目か4種目、1部位に対してですね、3種目か4種目で1種目あたり3セットですね。なので1部位に対して1週間に9セットから12セットぐらいやることになるんですけども、それぐらいの量にとどめておくのを私はお勧めします。例えばその学生さんとかね、で、すごい時間があって睡眠時間がたっぷり取れるとか、食事にねしっかり時間をかけて栄養を取れるっていう方であれば、もっとガンガン追い込んでもいいのかもしれないんですけども、皆さんね、お仕事とか家庭のことがある中で、なんとか時間を捻出してこうトレーニングしていくっていう方の方が多いと思いますので、そういう方がトップ選手のような勢いで、いろんな種目をね、もう何種目も何セットもやって追い込みすぎると、逆効果になる場合が多いので、ちょっとねこう物足りない感じがあるかもしれないですけども、基本的には3種目か4種目を3セットずつという形で、しっかりコンパウンド種目を中心に種目数を絞って、基本的な種目をしっかりやり込んで重量を伸ばしていくというふうに意識をしていただくと、効率よく筋肉量を増やしていきますので、参考にしていただければと思います。はい、今回はですね、トレーニングを頑張っている皆さんにしっかりね意識をしていただきたい筋肥大のコツについて、お話をさせていただきました。コンパウンド種目中心でトレーニングをしていただく、セット間の休憩時間は長くとっていただく、種目数とかセット数を増やしすぎないということを解説させていただきましたので、夏に向けてね体作り頑張っている方は参考にしていただければと思います。その他にね何か知りたいことがあれば、またコメントよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。